出りゃいいじゃん、パッとして。ほんと切りゃいいじゃん、こっちに。どこに向けてパッとしてんだよ。こっち出られるよ、こっち。ぶつけるぞ、お前。こんなに広々としてんのに。今日出ていいんだよね、別に。あっつい。これどっちだっけ、右？あれ、左か。右です。目いっぱい出入り口使ったよ。今の筋でさ、あの私座ってる筋はじゃあ2人男の人座ってたの。でその奥にほらまあ2人だったしテーブル席空いてたからそっち行こうと思ったの。そしたら私の顔見えないさ、なんかその男の人が奥に行ってさ、なんだと思ってさ、なんか多分フェリーで見たその顔だと思う。違う違う、私が座ってたところにちょうど男の人が一人だったの、うん、でちょうどその奥言ったら大助側のほら右側にテーブル席あったじゃん、うん、そこちょうど空いてたから行こうとしたらさ、うん、その人がさ急に立ってさそっち行っちゃったから嫌と思ってちょっと座りたくなったんだ。なんか私の方見えない、なんかいきなり立ってそっち行っちゃうんだよ。こんな嫌いなんじゃない？タヌキ。なんで？タヌキアレルギーだったら。なんか時半になっちゃうのか。何？場合は
電話番号をこれで入力して、うん、そうでない人はこっちの電話番号で入力して、およそ300メートル先、左折線用車線以降の電話番号で入力してる。
Thank you.
当に？
その先、斜め左方向です。右方向です。まもなく斜め左方向です。斜め左方向です。
まもなく斜め右方向でその先400メートル先目的地付近です。斜め右方向でこの先実際の交通規制に従って走行してください。ハイビームにしたらよろしいんじゃないでしょうか。ハイビームにしたらよろしいんじゃないでしょうか。敵に目ってなってる横だと。そこ？とりあえず一回入ったら止まってないで。入れる入れる。浦島が敵に目で書いてるってことか。いやでも浦島の駐車場ではありませんってなんか看板に書いてあったように見えたんだけど。いやごめんなさい、ハビームにしてくんないで見えなかったですよ。一回電話した方が。でもその先行けんのかな。いや行けねえよ、桟橋だよここ。でも目的地付近ってまだ案内してんじゃん。いやだから桟橋の先まで行けばもう案内終わるよ。んじゃ行ってみろよ。ここの先っちょまで行けばいいんだろ。電話せんとあれじゃないんじゃん。番号知らねえよ。さっきに言っとっ。もう入ってんだろ、だってお前の携帯に。とか中央番号な、何？違う番号？この110ってのがそうな、そうだってそうじゃん。いやそうだよ、それで入れたよ。だからここまで来たんだろ。あ、お世話になります。私、本日予約してる関町と申しますけれども。関町です。町様、はい。はい。あ、いえ、今ですね、はい、お店の近くまで来まして、はい。はい、まあ、ナビの方で、今かけてる電話番号に入力したらですね、はい。はい、なんか桟橋みたいなところに着いちゃってですね。あー、申し訳ないですね。あ、いえ、とんでもないです。で、どっからどう行けばいいかなというところで、はい。真ん前あたりっていうことですね。まあそうですね、海挟んで真ん前ですね。はい、じゃあ実際ホテルへ向かってですね、はい、左側の方からぐるっと回り込んで入っていただくんですね。じゃあホテルの方直近まで陸続きで行けばいいってとこですよね。そうですね。ですから今その布団の先端にいらっしゃるのを、はい、元に戻っていただいて、はい、ちょうど付け根のあたりに自販機が並んでたと思います。はい、はい。で、ホテル浦島、途中に、三木屋神社って立ち看板が立ってるところがあるんですね。あ、看板出てます？はい。あ、わ、はい。長い小さな看板なんですけども、はい。そこの Y の字を右へ入っていただいたら、はい。あと、道なりに来ましたら、またホテル浦島入り口80メーター先の看板もあります。あ、わかりました。じゃあ、探してみます。はい。で、お客様インターホンを押していただいたところから入っていただくんです。はいはいはい、わかりました。はい、じゃあすみません、左側からぐるっと回り込む形になります。よろしくお願いします。はい、どうもです。はい、関町大輔様。はい、間違いないです。はい、本日から2泊ですね。はい、そうです。はい、じゃあどうぞお助けとお持ちくださいませ。はい、ありがとうございます。自販機が並んでたところ、斜め左方向です。そうだ、右だよ。だからで、Y 字の右、そう、小さい看板がホテルの場所までもう変でしょ。この辺だから、ね、
およそ700メートル先右方向です。この先に Y 字路があるんだよね。ここないの Y 字路。看板が見えない。まあでもここぐらいしかないでしょう。ないよね看板。この先はち、あでもここも行ってみないと分かんないです。あ、何や、あ、浦島聞こえたの？ここだ。で、この先でいいのかな？あれ？右行ってもその道ないって言ってたよね。ワイジロは。そう。いいんだよね。およそ300メートル右方向です。入り口からってる。全然見えない。私も入り口ってラストの80メートル先のゲートに。お客様のインターホンの間もなく右方向です。その先左方向です。ホテルフラリエット。あ、あれもしかしてあれかな。ここに、あ、違うか。お客様インターホン、この先にいるのかな。あ、お客様って書いてある。右方向です。入っちゃっていいんじゃない。いいのか。だって、あんない入っちゃった。あるんじゃない。入ってか。あ、自動で開け閉めされるんだね。あ、じゃあ遅いじゃダメじゃん。この世の中の十字路？そう。すごいね。なんかちょっとさ、特別な。そんな、ギリギリまでそんな、行かなくたって。すげえ。なんかビップ待遇みたいな感じだよね。こんな広いんだよね、でもね。ほんと広いんだね。うん。2つ目のトンネルの中に十字路がどうやら2つ目ね、うん、日照館って看板も書いてある。おお。2つ目の十字路もう左トンネルの中に十字路がある感じ。あ、ピーってなってるね。日照館。ごめん、もっとだった。日照館で渚川にあってね。うん、なんか地下つるんですね。で、これ駐車場は左ですね。ここは左。入り口は向こう。すげえ、何ついに、ホテル浦島3回目にして、裏口入門。今なんか係の人が来てるんだけど。あの人。まっすぐ突っ込んでてもいいかな。
バックに手戻るからね、あなた。ここまで来る人はあんまりいないよね、多分、うん、お客さん。はい、ということで、本日のお宿到着です。はい、